単振動の続きです。今日は台が地面との間摩擦がなくて自由に左右に動ける、その台の上で、主人公の物体が単振動するという問題です。まあ、いろんなパターンがあるんですが、今日は東大の、1999年ですかねの前期の問題を題材に、台の上で小物体が単振動するという問題の解き方について解説をします。小物体スモール M、 台がラージ M、 摩擦がありません。ここには半径ラージ R の円の斜面があります。半円ですねの斜面があります。ある位置から小物体を離します。その時に台も固定が解かれます。前半は固定してるんですけども、最後の問題は固定を外してあります。そうすると小物体は左へ中心へ向かって押していきますね。その時に台は垂直抗力、右下向きを受けるから右向きの力成分があるので台は右へ加速します、ね、でボールは左へ左下へ加速しますという感じですね。この時にこの台と小物体、物体系は上下には外力を受けていますが、左右には外力を受けていないので、この小物体が台上のどこにいても全体の重心の位置、左右の重心の位置は変わらないんですね。左右方向に外力を受けないから、左右方向の重心の位置はこの辺でしょうかね。この辺の位置を重心として保った状態でこう動くわけね、こう動くわけね、という運動です。まあ、そこは飛ばしましょう。どんな単振動をするかっていうのを今から求めていきます。で、いろんな求め方があるとは思うんですが、もうオーソドックスにいきますね。まずは地面から見て、この物体が加速度 A1、 ね、台が加速度 A2 で動いていますと考えます。これについて A1 と A2 の関係式をまず作っておきましょう。物体と台の間に働いている力は垂直抗力ですね。物体は台からこの中心向きに、中心 O にしておきましょうか。 O に向かって垂直抗力 N を受けます。逆に台は小物体から O から離れる向きに反作用の N を受けます。垂直抗力ね。だから、この A、スモール M の物体について左右方向の運動方程式について運動方程式を左右方向について作ってみましょう。そうすると、ね、垂直抗力の左向き成分、これが、N かけるサインシータ、左向きだからマイナスですよね。運動方程式は MA1 イコールマイナスの N サインシータです。で、台について。台についてはどんな運動方程式ができるかというと、台はこの反作用の垂直抗力を受けます。なので、水平成分はこれも N サイン、ここがシーターですからね。N サインシーターの力を右向きに受けます。ね、両辺、辺辺割り算をすると消えますね。MA1 割るラージ MA2 イコールマイナス1。ね、つまり、MA1 プラスラージ MA2 イコール0になるわけ。ちょっとこれが地面から見た小物体の加速度と台の加速度の関係式であることを1個押さえておいてください。これ後半の問題の1番に来ています。これ使いますからね。使いますからね。ちょっと A1 と A2 の関係式を書いておきましょう。はい、小物体と台はお互いに垂直抗力という力を及ぼしていますので、そこから導かれたのは小物体の加速度と台の加速度にはこんな関係がありますよ、ね、
際に小物体の運動がどんな単振動をするかなんですが、それを解いていきます。いろんな方法があると思いますが、まあ、手っ取り早いのは台の上から見る、ね、台の上からこの物体中心、ここ中心ですよね、から X 離れた場所で加速度が A であると置いて運動方程式、この小物体について運動方程式を作るという方法が一番優しいでしょう、ね、地面から見ると振動の中心がこの辺りに来ます、ね、ちょうど台がこの辺り、 P 点がこの辺りに来たら小物体もここに来てぴったり一番そこに来るわけね。ここが、振動の中心、重心になるわけね。その重心は動かないんですが、っていう見方をしなきゃいけないんで、台から見た方が優しいと思いますね、で運動方程式作りましょう。この物体 M、 加速度は A と置きました。受ける力ですよ、重力を受けますよね、ね、垂直抗力を受けますよね。あとこの台上の人は先ほどあった地面から見て A2 の加速をしているわけだから、その反対向きに、MA2 の慣性力を考えなければいけません。この3つを受けているわけ、台上の人から見ると、加速陣から見ると、通常の重力、垂直抗力以外に、慣性力 MA2 を受けているわけで、この物体はちょっとここシーターね、絵は大きいですからシーターがあるので、厳密にはこの接線方向に今動いているわけね、運動しているわけ、この円の接線方向に運動しているわけ、その方向について運動方程式を作るわけ。でも実際にはシーターはちっちゃくちっちゃくなっていくから、この接線方向は水平方向に近づいていきます、どんどん近づいていきますという式を作ります。とりあえず接線方向について式を作ると、MG の接線方向こうですね、ここがシーターですから、これはマイナス方向の MG サインシーターですね、これもちゃんとやりましょうか。こうですね、ここシーターですね。そうすると MA2 コサインシーター、これはマイナス方向です。で N は成分がありません。このシーターがちっちゃくちっちゃくなっていくんですね、っていう式を作ればいいわけ、コサインシーターのシーターがちっちゃくなると1になります。サインシーターのシーターがちっちゃくなるとシーターになります、ね、このシーター、さらにシーターを X で表すと、半径 R シーターは X ですから、 R 分の 1X と表せるわけ。 M を消すと A イコールマイナス R 分の GX マイナス A2、こんな運動方程式になるわけ、ね、この段階で A イコールマイナス KX になってほしいわけ、なってないですよね。で問題はこの A2 なのね、これ、変数なのね、場所によって変わる、これも加速度、 A も変わるんだけども、これも変わるわけね。加速が2つ入ってるから、この A2 を A で表してしまえば終わりなわけですよ。そこでこれね、 A1 と A2 の関係があるんだけども、もう一つ、この人から見た加速は A、 地面から見たボールの加速は A1、 台の加速は A2、 ここに相対加速度の関係式ができます。 A1 引く A2 でしょ、ね、台の上から見た相対加速度は地面から見た小物体の加速度引く見る方の台の加速度、相対加速度の式ね。こっから、A2 を A で表せますよね。これ A は A1 を放り込んだら A2 だけになるから、A2 を A で表せますよね。これここに放り込みましょう。
っちへ掘り込みましょうか。上に。とにかくまず A1 消しましょう。そうすると、これね。こうかな。で、これをここに掘り込みます。そうすると、いいですか？これそのまま掘り込みました。はい、A だけの式にまとまるよね。上消しますよ。いいかな？ね、マイナスだ。な、加速度 A イコールマイナス、ここ定数。X に比例して、変異の方向と加速の方向がマイナス、逆向き。まさしく単身と。ゆえに、と出ました。どうでしょう、ね、何か複雑なように見えたけども、まあ、一つ一つ解いていって加速がね3種類出てきましたけども、相対加速度と、小物体と台は垂直抗力でお互いを加速し合っている内容でね、そこから A1 と A2 の関係が出ました。もう一つ相対加速度から A1 と A2 と A の関係が出ました。ね、で運動方程式で A だけに揃えて整理していくとちゃんと単振動の式になったという問題です。この問題はね、例えば台が動いて台の上に糸が固定されていてぶら下がっているとか、まあ、いろんなパターンに、発展できるので対応できると思いますから、一度自分で自分の力だけでやってみて、このタイプの問題が出てもできるように頑張っておきましょうね。